続きまして、マイボンの結果発表に移ってまいります。決勝進出の選手の方はステージにお願いいたします。それでは発表いたします。2022セントラルジャパンヨーヨーコンテストフリースタイル競技ワンエブオン第3位、最終得点 86.3 ポイント、藤坂竜也選手です。おめでとうございます。続きまして、2022セントラルジャパンヨーヨーコンテスト 1M1 準優勝、最終得点 90.3 ポイント、橋本光陽選手です。おめでとうございます。クラウドネイティブプレゼンス2022セントラルジャパンヨーヨーコンテスト 1M1 優勝、最終得点91.9 ポイント、五十嵐陽選手です。おめでとうございます。それでは表彰に移ってまいります。藤坂竜也選手、前にお願いいたします。次、縦の授与に移ります。おめでとうございます。次の人、橋本光陽選手、前にお願いいたします。次、縦の授与に移ります。おめでとうございます。続きまして、五十嵐陽選手、前にお願いいたします。続きまして、縦の授与に移ります。おめでとうございます。それでは続きまして、記念撮影の方を行ってまいりますので、選手の方は案内にしてもらって移動をお願いいたします。じゃあ、一回一人残ってもらって、このロイちゃんとカッコとバッチリで、いい感じ、いい感じ。縦が流れたな、縦がね、流れないかな。これが、そう、まっすぐになるとかっこいいですよ。よし、行きましょう。では、じゃあ今度マスク取ってもらって、じゃあそのままいきます。ちょっと待って、少しね、少しで、もうちょっと、そこ、次です。オッケー、そこへいいです。行きます。じゃあ、がっつり割れてもらって、はい、感じ、次オッケーです、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
以上をもちまして結果発表で表彰式は終了となります。参加された選手へもう一度大きな拍手をお願いいたします。